はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、レジェンズの最新情報として、2つほどね、公式ツイッターにお知らせがありまして、で、1つ、ゲーム内のね、お知らせに別のものがあるんで、そちらを紹介していこうかなと思います。で、まず1つ目が、こちらですね。オープニングに多分動画映してると思うんだけど、ついにね、残り1日ですね、配信まで。ということで、こちらのね、予告の、はい、PV がまたまた流れていますが、もう完全にね、サイヤ人主役の、そして、やっぱカカロット&バーダックですね。その、匂いがプンプンしております。はい、やばい。本当にまあ、レジェンズフェスティバルね、2弾を目前にして僕、ワクワクしていますね。はい。ってことでございます。で、もう一つが、そのね、明日の、生放送のキャンペーンですね。レジェンズフェスティバル2023の、特別生配信。期間中の全世界総再生数が10万再生を達成すると、石500個プレゼントといったわけで、これ、前回がね、同時視聴者数10万人いかなかったんで、緩和化されてますね。はい。で、500個プレゼントということで、まあ、これは純粋に嬉しいね。はい、ありがとうございます。多分、同説じゃなくて10万再生だったら、さすがに行くと思いますね。アーカイブとかも残るはずだから、まあ、いつまでのことを言ってるんかわからんけど、まあ、とにかくね、来てくれると思います。はい。さすがに500個ね、もらえると思うんで、期待していきましょう。はい。ツイッター内のね、お知らせは以上になります。はい。そしてゲーム内のお知らせになりますね。フラグメント大強化祭がなんと告知されております。12月の13日から1週間といったわけで、フェスティバル2弾のね、開始と同時に、行われますね。はい。いや、めちゃくちゃ嬉しいね。大強化祭の告知。最近ちょっと早めに入れてくれるのが、別にありがたいなと思います。なんで、ぜひとも、レイドとかね、たくさんこなしておいてほしいなと思います。で、さらに、亀川流のおしれが、今日から始まっているということで、アーツコアのね、アイテムとか、シード変換メダルとかそこら辺が手に入るようなものとなっているんで、まあ、1日1回潜入してほしいなと思います。いやー、いいっすね。なんかフェスティバル2弾に向けてね、すごい盛り上がってると思いますし、初のオリジナルキャラクターがほんまに来そうで、僕個人としてもね、めちゃめちゃ楽しみになっております。ということで、ここからは、どうしよっかな。まあ、水曜日がね、近くてフェスティバル2弾も控えていると言ったわけで、やっといてほしいイベントを喋っていこうかなと思います。ごめんなさい。それに入る前に、一個だけね、告知させてもらってもいいですか。多分なんですけど、今日のね、まあ、早かったら9時ぐらいからですね、また DM キッズのね、PVP 動画を一本上げようと思ってるんですが、現在編集中で、ちょっと、まあ、急いでね、できれば今日出したいと思ってるんですが、もし出せなかったら申し訳ない。ただ出すと思うんで、はい、ぜひとも見てほしいなと思います。今回のね、DM キッズの動画、マジできつかったんで、ぜひ見てほしい。はい、ってことで、よろしくお願いいたします。はい。で、こちらですね、2弾に向けてのやっといてほしいイベント。まず、レイドですね、やっぱ。第一優先にやってほしいです。いつも通り、石とか、リムーバーもね、たくさん獲得できるんで、はい、もうとにかく回りまくってほしいなと思います。次からは、まあ、フェスティバル2弾のね、キャラクターが、最強特攻とかボーナスになってきそうなんで、まあ、1弾のキャラいっぱい突ってる人は特に待った方がいいと思いますね。で、長軸ラッシュとかの切り替えは今シーズンはなくて、前回ラッシュバトルのトッポが終了しますね。トッポね、まあ、悪くはない性能してるし、Z は美容院、前回美容院としてめちゃくちゃ強いんで、ぜひとも覚醒7にしてほしい。あと、石が300個手に入るんでね。はい、やるようにしてください。で、冒険ですね。冒険もシーズンが切り替わるんで、まあ、いつも通り回してもらって、ウィークエンドがね、一応やってるんで、これなんかさ、潜入した時にめちゃくちゃバグるくないですか？タイトル画面何回も戻されたんだけど、はい、っていうのがありますが、まあ、いつも通り週末のこともやってほしいなと思います。あ、そう！フラグメント大強化祭入るから、金塊は絶対集めといた方がいいと思います。はい。皆さん頑張ってください。金塊集めはね、絶対週末やった方がいいですね。さあ、そして、PVP のシーズンが切り替わりとなりますね。12月の13日締めとなってるんで、しっかりやるようにしましょう。今回は、結構ね、石とかも交換所で手に入りますし、まあ、3週間のシーズンなんでね、メダルとかたくさん集まってると思うんで、その交換も忘れずにしてほしいなと思います。はい、グループ報酬とかもたくさん受け取ってください。ちなみに僕はキッズ動画で、大量にレートル潜って、めちゃくちゃ順位が下がりました。はい、7000円ぐらい下がったね。で続いて、ミッションの方見ていきましょうか。さっき喋った冒険ミッションプラス、レイドにね、ちなんだやつもあるんで、ちゃんと勲章とか受け取っといてください。で、まあ一応ね、ウルトラ
ゴジータブルーとウルトラロゼがね12月の16までとなっていますね。明日新キャラ公開が来ると思うので、まあそれのね性能とか見てからですね、まあこのガチャをね引くかっていうのは決めてもらった方がいいと思うんですが、期限自体はね結構短いんで、はい、まあしっかりね吟味して引くようにしてもらったらいいんじゃないかなと思います。ウルトラガチャまあ最近はね復刻まあちょくちょくしてる気はするんだけど、狙った時にしか引けないんでね、はい、注意するようにしてください。そんなところですかね。はい、フェスティバルね2段目前となってるんで、皆さん石集めとか、イベントね終わらしておくとか、しっかりそこら辺やっといてほしいなと思います。ガチャ動画見てもらって終わりにしようと思います。お疲れ様でした。さあ多分これで各地系の、3セット目がもうちょっとで来るんで、やばい引きすぎてんな、やばい、もうちょっとなんか脳のどっかが破壊されてんだろうね、もう引きすぎてなんかおかしくなってきてる。おー、はじいちゃん、これピックアップなん、やけに出てくるんだけど、全然いらないんだけど、さあ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 、もう僕をいじめるのはもうほどほどにしていただきたい。ほらもう今更こんな演出出してくるからね、平気で。やばいでしょ。パトカー来たわ。ついにもう僕がガチャ引きすぎて、パトカーが僕を精神異常者だと判断して、あれしちゃいました。はい。青の飛行機ね。まだ来るだろ、これ。ちょっともういいでしょう。これ出そうぜ。ブロリ。なんだこれは。ちょっとなんか嫌な予感すんな、黒髪の。飛行機だったよね、でも。あるだろ、LL。ビルド。ちょ、ガチ来いよ。よし、やっと出たわ。あー、ブネコのガチャ。あー、とんでもないガチャでしたね、マジで。はい、救急車うるさいわ、遅かった君が来るのは。うん、僕のね気が来る前にもう少し早くね10分前に駆けつけるべきだったよ。はい、ということで、いやーまあまあまあ引けたのね、いっか。うん、なんとかねガチャ動画編集して出そうかなと思います。ゴジータよりかはマシかな、目玉2体引けてるしね、課金額も前よりかはまあマシな方なんで、ね、いいんじゃないかなと思います。よいしょ。あー、なんかホップソ出た。あ、感動した。まあ総合してね悪くはないんですけど、ちょっと実況者にとっては痛手のガチャになりましたね。はい、お疲れ様でした。